どうも皆さんこんにちは、こんばんは、宮城と申します。今回はですね、新しい新武器で S+91 っていうのが出るんですけど、それがマジでやばいっていう情報がね結構入ってきてまして、まあ、実際見てやばいっていうのを、まあ、S+92 をね使ってる動画も見ながら、ちょっと実際ねお話ししていこうかなというふうに思います。で、何が一番やばいかっていうのを早速話していくんですけど、あのサブスペがやばい、あのサブウェポンとスペシャルウェポンがやばくて、クイックボムとナイス玉っていう、もうなんかあの強いよねって言われてるサブスペちょっとつけときましたみたいな。 S+92 今使ったやつですね。これがまああのあんまり活躍しなかったんですよね、環境で。最初は強い強いって言われてたんですけど、サブスペがのスプリンクラーサメライドっていうのであんまり使ってる人いなくて、ロングブラスターとかの方が結構使ってる人めっちゃ多かったんですけど、運営ちょっと本気出したんかもしれないです。もしくは武器のサイコロガチャガチャみたいなやつで当たり出たかも、はい、っていうぐらいどうしたんっていう変貌を遂げてます。はい、もうその YouTuber もこれぐらいの曲来てほしいけどね。うん、とまあ、まあ、その話は置いといて、まあ、何がじゃあ強いのかっていう、僕 S+が出た時に強いっていう動画出してるんですけど、結局環境にはまあまあそんなみんなが使うような武器ではなかったんですよね。で、なんでかっていうと、長射程モードの爆風範囲が小さすぎるっていうのが一つ、あと2発目を撃ち始めるまでの硬直がまあまあ長い、この2つなんですよね。ロングブラスターって硬直は長くても爆風範囲が結構広いんで、ダメージを続けてポンポンって当てることがまあ結構しやすかったんですよね。なんですけど S+の太刀打ち の爆風範囲はほんともうちょんぐらいしかないんですよ。で、これをカバーできるのが食いぼなんじゃないかと思ってて、一発は当たるんですよね、今みたいに。一発当たるんだけど2発目当てるのが結構難しい。一発当てた時、皆さん一発当てられたら逃げるじゃないですか。そんな感じで2発目を当てるのが難しい。ロングブラスターとかは爆風範囲が大きいから逃げても意外と当たったりするんですけど、この武器に関してはもう直撃以外のこのロング射程モードみたいな時の当てるのがまあむずい。これをクイックボムで補ってくれます、なんとという。非常に強いですね。で、ナイス玉、これね、もう雑に強いっす。ナイス玉って、まあ、範囲攻撃の、王様みたいな感じなんで、まあ、範囲攻撃適当に溜めて投げても、まあ、雑に強い。しかも高台とかも、まあ、潰せますみたいな、結構強いサブスペなんで、これねやばいんじゃないかなというふうにはね思っております。はい、逆にこれジェッパとかそういうなんかプレイヤーが操作する系じゃなくてよかったねってちょっと思ってますけど、まあどっちみち多分やばいことになるとは思う。あれみたいにね、洗濯機みたいに。で、まあ、まだ今撮影してる段階では情報出てないんですけど、もしかして例えば強化来ましたみたいな、ロングモード、まあ、言ったらそのジャンプして打つ方じゃない方のモードの爆風範囲を今よりも 1.5 倍にしましたとか言うだけでももうやばいことになるんですよ。まあ、今見てもらってるだけでもね結構やばいと思うんですよ。まあ、直当て、まあ、この何ていうんですか、長射程モードに関してはもう直当て必須みたいなのは多分見てもらってるだけでもまあ分かると思うんですけど、この爆風範囲が広がっちゃうともうね手つけられないですね。ロングブラスター誰も使わなくなっちゃうっす。はい、で、まあ、ここからちょっとね位置とかねこれ解説しながらまあ喋ろうかなというふうに思うんですけど、これこういうとこマジで強いんですよね。奥の高台に例えばのちとか来たら結構しんどいなって感じ。まあでもそれでも太刀打ち の長射程モードがだいぶ仕事するんですけど、こういうとことか潜伏してノバみたいな動きもできれば、ロングブラスターみたいにああい こう高台に対してしっかり牽制も入れることができるみたいなこう武器になってるんで、これがまたクイックボムとナイス玉ね、より強化だから、クイックボムで、なんていうんですか、短い射程短射程のモードの、強化、あとナイス玉で長距離のね強化みたいなのになっちゃったら、もうこれとかもほら一人やってジャンプ打ちしたりとか長距離打ちしたりとか繰り返してるだけでノーチャラス全然こっち詰めてこれないんですよね、みたいな感じで。これにプラスその
匹をね、あのイカちゃん一匹をやるために、例えばナイス玉を吐いたりクイックボムを使ったりして、まあ一人でねズンズン進軍することができるって考えたらやばいと思いませんか。で最後こういう感じのところのね、今これサメ入ってますけど、ここをナイス玉に変えることもできると。これはねちょっとやばいんじゃないかなというふうに思います。2試合目3試合目はね、しっかり戦闘して、もうほんと S ブラストの短射程モードをより活かしたムーブになってるんでね、ぜひ見ていってください。というわけで2試合目どうぞ。はい、というわけでガチエリアやっていきたいと思います。2試合ともねタラポなんですけれども、まあ、それぞれ詰め方はちょっと違うくて、この試合見てほしいのは段下ブラスターですね、ノバみたいな使い方をした時に相当強いよっていうムーブになってるんで、ぜひ見ていてください。タラポートでまず初動左側塗らずにテクテク歩いていって、短射程モードで結構芝生のだいぶ強いんで、まあ、まずはブリンクラーを吐いて、まあこう左側をね詰める、塗らずに詰めるっていう、でこの左側の高台を潰すっていうのがまあだいぶ強いですね。これがだから、まあただまあそのもし食い物になったらもうちょっと正面でエリア塗ったりとかしてもいいかなっていう牽制になるんで、強いなぁとは思いますね、スペシャル貯めながらね。でこことかも今右側ね、奥側味方が行ってくれてるんで、左側スプリンクラー投げましたけど、次味方がやられたらこういう感じで段下で一緒打つで、ちょっと引いて、相手も S ブラストいるんで、まあ、ちょっと引いて、で、まあ、降りてきたやつはね、サメライドで倒しますと。で、こういうところもしっかりと見切りしていく。これもね、ちょっと危なかったけどね、今ね。だけど、まあ、強いよね。ブラスターの強さ出てるよね。これ、ロングブラスターだとできないからね。で、ここは、ちょっとこう、長距離のね、しっかりとブラスターを使って、長距離ブラスターを使って、まあ、高台に圧をかける。で、潜伏して、下でわちゃわちゃやってるうちにもエリアはもう取れてるんで勝ちって感じですね。まあ、こんな感じでこう前に出たり後ろに引いたりっていう緩急がだいぶつけれるんで、もう本当にねこれ抑えもかなり強いんじゃないかなというふうに思います。というわけで3試合目見ていきたいと思います。3試合目どうぞ。今回はですね、まあ、かなり直当て頑張りました。はい、味方も強かったんだけどね、味方も強かったんだけど、ただまあ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 いい感じっすよ。で敵もロングブラスターもいるし、まあ最初ねちょっとやられちゃうんだけど、そっからしっかり取り返す、まあ、打開みたいなのもね、まあ、見せれてるんじゃないかなというふうに思います。で安定のね、これ左側テクテク歩いていって、でロングブラスターにバレる、なおかつマルチミサイルが降ってたんで、もうあれはもう前出るしかないですね。自分にマルチミサイルの竹がついてなかったら光栄が前に出てくるまで潜伏してたかもしれないです。でここ、ちょっとまあ塗りながらスプリンクラーでサメを貯めてますね。で左側でヘイト稼いでくれてるんで、なんとかワンピック、あいつワンピック取りたいんだけどもうダメだから一回引き入れます。はい、でサメライド貯まりました。サメライド交代で行くんだけど、これもサメライド餌食ですね。サメライドなぁ、やっぱこう硬直がなぁ、硬直なかったら強すぎるしなぁ、敵が使ったら強いんだけどなぁっていうスペシャルなんで、これがナイス玉に変わると最強になります。はい、で左側今見えてウルショが決まんなかったから、まずは一旦これ張り付こうかなと思ったら、味方がなんか2枚ぐらいやってくれてたんで、ここはまあちょっと前目出てジャンプしてしっかりと決めていく。で味方のカバーもして、でナイス球前に投げてくれてるんで、まあ、ちょっとエリア取りの意味も含めてこれはスプリンクラーと。で高台に長射程モード、これ打ってからジャンプで長射程モードのままジャンプできるんで、でこれ左側ラクト来てますけども、これまあこれもまた良さ出てるよね、長射程モードでこうパシパシ打ってるんですけど、ここを食い物だったら絶対強かっただろうっていうとこ来ます。はい、これ一発爆当たったよね、あれ65食らってるんで、あれ食い棒投げて端にでも当たったらあいつ死にます。それがやばい。でしかもここね、一応めっちゃインク使って壁塗ってますけど、このスプリンクラーもまあ言ったら壁塗りクイックボムもできるんで、ね、クソ強いと。で一人抜けてますね。でこれ一人抜けてるから、ドリンク持ってるからガンガン詰めて短射程モードでしっかりとキルすると。
で味方が前詰めてるんで、ここはもう手前側押さえて勝ちという感じですね。いや強い、これもう本当にイメージできるじゃないですか、強いが。だからまあちょっと環境に入ってくるんじゃないかなっていう予想は僕はしてます。はい、というわけで今回はこんな感じになります。まあ、S ブラスの新しいやつの、強さみたいなのをね一応解説したんですけど、まあ、まあ出てみないと分かんないんで、出たらねもう一度解説できたらいいなというふうにも思ってますんで、ぜひチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。